それは世界を肌で感じれる唯一の方法である。今回の目的地は台湾。台湾は東アジアに位置する九州ほどの大きさの小さな島だ。今でもなお台湾をどの国とするかは政治問題としてあるが、日本では親日国としても大変親しまれ、海外旅行では常に上位をキープしている。おい、すごいよ。